い、ということで始めました、シャカデスチャンネル。いつもご視聴本当にありがとうございます。私、もがみ、シャカデス。そして、こちらの方。はい、森本龍太郎です。よろしくお願いします。ゆうちゃんです。はい、よろしくお願いします。今回はですね、はい、アイドルで僕ホストだったじゃないですか。はい、お互い僕知らないこともたくさんあるんで、アイドルとホストの共通点みたいなですね、探していければなと思います。そうですね、多分お客様女性だったりとか、ああ、はいはい、まだ中には男性の方も多分いらっしゃると思いますけれども、ねね、8割ぐらいはもともと女性の方、あとはそうですね、ああ、イケメンってそうですね、確かにホストさんもアイドルさんもイケメンだし、シャカさんもそうですね、馬の中ではイケメン馬の中ではイケメンな方です。どんな女性が多いですか、やっぱ若い子がやっぱ多いですよね、多分同世代だとか、はいはい、例えばお母さんがもともと好きで、はいはい、娘さんが一緒に見に行ったりとか、家族でやっぱありますよね、はいはい、そう考えるとホストもありますね、やっぱね、ホストも結構若い女の子が多いですし、昔お母さんがホスト通ってた方の娘さんだったりするんで、そう考えると世代で繋がってるっていうのはあるんです。あとホストに来る女の子でジャニーズ好きな方はめちゃくちゃ多いです。へえ、はい、その流れもあるんでしょうね。それは知らなかったです。めちゃくちゃ多いですよ、ジャニーズ好きな方はね。あ、そうなんですか。はい、めちゃくちゃ多いんで、やっぱり僕もジャニーズかって思っちゃうぐらい。あ、馬の中でね。はい、馬の中のジャニーズね。馬ジャニーズ、馬ジャニーズ、ジャンプばっかしてるかもしれないですね、もうそれは僕ですね。ジャンプばっか元ですよ。元ですね。元ジャンプ、そうですね、はい、ありがとうございます。素朴な疑問ですけど、ホストの方ってお酒をすごく飲まれる方っていう人なんですか、うん、はい、お酒飲めなかったら、はい、ホストってできるんですか。あのホストクラブにはお酒飲めない方もいますし、そうなんですか。何より未成年の方もいます。お酒が飲めないとホストできないっていうのはない。あ、そうなんですね、はい、ただあのお酒を飲めない苦手な方、あとは未成年の方はそれ以外で楽しませる技術が必要です。へえ、はい、お酒だけじゃなくて一緒にいる時間とかトークとかでこう楽しませると、お酒っていうのはもういらないものになりますね。すげえ、はい、知らなかったですね。なんかあのシャンパンタワーとかってよくあるじゃないですか。ありますね、もうすごいですから、ね、だからお酒飲めない人とか、はい、シャンパンタワーどうするんだろうってすっごい疑問だったんですよ。ああ、それはですね、シャンパンタワーブワーってつくじゃないですか、でこう飲むじゃないですか、そこの一杯ぐらいは飲んだりとかする方も。それは飲んで、ただ未成年の場合はそれをお酒じゃないのに変えたりとか。え、あ、そんなことできるんですか。全然ね、知らなかった。ジュースシャンパンみたいなありますよね。へえ、ただお高いですけどね、ジュースですけど、はい、高いんですか。高いです。ぶっ飛ぶんですよ。ぶっ飛ぶぐらい高いんですか。あ、ぶっ飛ぶんですよ。もう一言で言うと、ぶっ飛ぶんですよ。教えてくれないぜ。教えてくれない。まあまあ、3桁とか当たり前。3桁、はい、なんでね。すごいですよ。やば。他なんかあります。女性がめちゃくちゃファン多いじゃないですか、はい、男性アイドルって、はい、ちょっと生きづらい感はないんですか、やっぱ。そうですね、まあ、男性が好きっていう、はい、方も中にはやっぱいらっしゃいました。憧れみたいな感じ、はい、で昔、これは絶対使えないと思いますけど、はい、いいですか。絶対に使えないと思いますけど、はい、昔気になるのはやっぱ、はい、女性ファンちょっとね、度が過ぎるとやっぱストーカーとか、うんうん、出待ち、あと待ち伏せとかいっぱいあるみたいです。どうですか、ストーカー。あ、もう、どうしました。まあ、僕事件になってるぐらいなんで。事件レッスンやってるぐらいなんで、はい、それはなんか、まあ、使えないですけど。あ、やっぱ使えないですけど、まあ、ある、まあ、可愛いのでは言うと、あ、そのまあ、家から学校まで行くときについてたりとか、うわ、行ってきますで、で外出たらおはようから書きますから。怖いですね。で、仕事場行くときもずっと ついてるんですよ。で、音楽聴いてるとずっと喋ってるんですよ。怖っ。こうやってって、あのさ、今日はさ、こういうことがあってさ、めちゃくちゃ怖いじゃない。僕に対して、僕こうやってやってて、今日はこういうことがあってさ、こうなんだよねって、うん、もう一人ずっと喋ってる、うんうん、あの子がいたりとか。一番怖いですよね、ずっと喋ってるって。僕、証拠なかったんですか。いや、僕はちょっとね、まあこんなやつですけど、ストーカーがまあ3人ぐらいいましてですね。へぇ、リュウちゃんみたいにずっといる人とか見ました。僕の家特定されてて、僕の家のちょっと角でずっと出勤前とか帰りとかですね、待ってる。ただ何も言ってこないんです。ただ立って見てる。幽霊かなと。ただある日ですよ、ある日休日お腹空いたからコンビニ行こうと思って行ったら、その人が立ってたんですよ。あ、また来たと。でも何も危害ないんで、その前通り過ぎようとしたら向かってきたんですよ。いつも止まってるはずなのに、あ、これやばいぞと思ったら、すれ違いざまに僕の身元でちゃんと寝た方がいいよって優しい寝てないの知ってて怖い。あとはですね、一番やっぱ怖かったのが、僕今もトラウマなんですけど、これスタッフさん多分知ってると思うんです。
ですけど、やっぱストーカー後ろからで走ってきて、あ、なんか走ってきたなと思って振り向いた瞬間にカッターナイフで刺されたことがありました。これガチなんですけど、そのストーカーが刺してきたんですけど、運よくですねカッターナイフの刃が出てなかったっていう、怖いですねっていう話なんですけど、よくスタッフさんとロケとか行って後ろからこう、ね、急いでる方とか駅とかで走ってるとこうなるんですよ。もうトラウマで、本当にそれでトラウマですね。いやトラウマなんですよ。すげえ。もう嫌ですね。あの後ろから走るのはやめてくださいね。じゃあ今度僕後ろから思いっきり走ります。検証しましょう。検証しましょう。どういうことなんですか。何の検証なんですか。怖いですよそんな。まあ、当時あれじゃないですか、でもスーパースターですから、はい、どうなんですか。あーなるほど、そっち行きたいですよね。まあ、当時ですよ、はい、大きい仕事が全部重なった時があったんですよ。はいはいはい、はい、デビューとドラマと舞台とバレーボール の, あのスペシャルサポーターみたいなのがあったんで、全部重なった時があって、はい、その時で年収で言うと大体1000万ぐらい。うわ、ないね。小6です。小 6? はい。え小 6? え小学校6年生の時ですよ。あの僕年収の話しようとしたんですよ、20代の年収の話を、うん、小6の話になりましたよ。当時ですよ、当時。はぁ、すごいなぁ、芸能人ってすごい。約ですね、約1000万。どうしてたんですか、小6の、お金っていうのは。いや、その時は親が全部管理してくれてて。ですよね。はい、会計を目の前に見たことはないんですか。ないです。わぁ。でも気がついたら、そのお金が入ってるっていう。いくらもらったよとか全く聞かず、ただたまたまチラッと見る機会があって、その時に1000万って言ったら、小6が数えてますからね。ただその金額がすごいっていうのがまま分からなかったので、って思いましたけど、すごい。そうホストのその僕もそこが気になるんですよ、その最高月収ですか、うん、ナンバーワンを争うために、うん、そうやってるんですよね。そうですね、まあ、やっぱりホストもその店舗とかその時期によって月収ってのも変わってくるんですよ。例えばホストさんの自分のバースデーイベントとかっていうのだと、もうめちゃくちゃも盛大にお金が飛び交うんですよ、はい、お祝いなんですね。自分が主役の時はめちゃくちゃですね、はい、え、ズバリズバリ月収1000万以上。すげえ、いきますよね、本当に。まあこれはやっぱこっちの世界のことなので、単価がやっぱ違うので、そういうのもありますけど。いや、すごいですね、1000万。え、それって見るんですか、その場で。あ、あのもう給料日とかはやっぱりこう札束をドンと渡されて、その札束を見ることによって、まあ、ホストさんたちは重み、1万円札の1枚1枚の女の子が稼いできた1枚1枚の重みを知るっていう、でまた頑張ろうってこう思えるような、すげえシステムとなっております。まあでもね、正直ね、もう同じですよ。全然違いますよ。いやいや、20代の話ですから。いやいや、やめてください。ここはね、おっさんの話ですから。すごい、もう。どうですか、ホストとか興味ありますか。いやでもやってみたいっていうのはありますよ。わぁ、そのどんな感じでやるのがいいかなとか、ちょっと考えたりはしますし、ぜひやりましょう。会長いますので。僕でもお酒飲めないんです、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、やばった、やばった、やばった。ってなるとやっぱりあれですよね、大事なのは源氏なんになってきますよ。まあ僕も力量というよりも名前で売れたようなもんですから、インパクトっていうんですかね、シャカッとやねんって思うじゃないですか。そこで注目されたのがきっかけなんで、じゃあ源氏内のすごく大事と。大事です、名前はもう命の名前ですから。決める、はい。じゃあもうあれですかね、まあ、僕がシャカになるときに迷った名前のすごい大事にしてるんですけど、ここにも刻んであるんですけど、志高し、心の下から、はい。じゃあなんかイメージ的に僕はなんかあのもっとかっこいい名前かと思ってたんですけど、なんていうんですか。やっぱりインパクト踏んでほしいです。じゃあ僕これから心の下から志って書くじゃないですか、はい、で真ん中に高し、高いって書いてまた志って書くんですけど、上から読んでも下から読んでも志が高い。なるほど、意味がちゃんとこもってるんですね、はい、やっぱ源氏には意味が。もしホストやるとしたら、はい、志高しとして、ね、はいはい、頑張りますので、ホスト業界の皆様、もし志高しという名前を聞いたら彼です。リュウちゃんです。よろしくお願いいたします。いや、ありがとうございました。いや、こちらこそ。意外とね、共通点がいっぱいあって、いや、よかったですね。いろんな世界観をお互い知れてよかったです。いや、嬉しいです。皆さんも気になった質問多かったんじゃないかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それまでさようならです。
シャカリーシャカリキシャカシャカシャカレッシャカリーお姫様たちよろしくよろしくディーシャカリキシャカシャカシャカレッシャカリーあなたと未来シア